暮らしとコーヒーの動画。こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。はい。喉。ゴールデンウィークはたくさんのご注文ご来店ありがとうございました。ありがとうございました。まだね、なんか終わってない感あるけどね。はい。今日暮らしとコーヒーは定休日でお休みをいただいて、はい、皆様からいただいた発送、はい、業務ですね、はい。はい。皆様からいただいたご注文をどんどん発送していく作業に行きます、はい。はい。母の日のギフトもね、今日明日で出し切ると。出し切れればいいなっていう。まあまあそうだよ。まあまあね。高校の方だからね。はい。はい。というところで、まあ、あの休みなんですけど、休みじゃないみたいなところから今日はスタートしております。で、今日なんですけれども、あのツイッターで先行告知したのをこちらでもやっとこうと思いまして、はい、今週日曜日、うん、8時からライブ配信やります。もうドッキリとかもないからね。ないっす、ドッキリとかないっす。ただ、重大発表はいくつかあるかもしれない。重大ですか。1年かけてやってきたやつが、はい、元の発表とかもあるので、はい、比較的重大発表が聞いてほしいね。聞いてほしい、聞いてほしいです、はい、というライブ配信やるんですけど、はい、まあ、あの1万人って言ってるけどまだ行ってないですよね。そうですね。あと140人ぐらいなんですけど、まあ行くだろうと、最悪行かなかったら、はい、1万人行くまで僕はコーヒーをドリップし続ける、1万人行くまで終わらないライブ配信があるかもしれない。割とね、こう余裕ぶってますけど、ちょっと内心ヒヤヒヤしてるんで、うん、早めに1万人行かせていただいて安心させてください。お願いします。すいません、お願いします。今日はあのオープニングでも撮ったんですけど、モカのコーヒーをフラワーのカップ4で 25g を使って抽出したものになります。ちょっといつものレシピと違う感じですね、うん、はい、いただきます。これさ、あの夏美店長ツイッターで、はい、これ何の匂いかなっていうのをずっと言ってたじゃないですか、うん、はい、焼く前のクッキーの匂いっていう方がいらっしゃって、多分それ近い匂いなんじゃないかなって。ケーキやってるあの知り合いとかに聞いたら、やっぱりそれっぽい匂いは確かに甘い香りがするから、そうなのかも。またちょっとこの香りに関して、この匂いだよっていうのがあったら、また教えていただきたいなと思う次第なんですけれど、はい、はい。で、今日の動画なんですけど、はい、これで終わりじゃないです。あ、そう、暮らしとコーヒーの動画、これだけで終わりじゃないっていうことなんですけど、はい、ここから2つあります、はい、このライブ配信中ですね、うん、何をやるかっていうのは僕一切告知してないんですけど、はい、何をやるかっていうのはもうちょっと薄々決まってるところがあって、はい、まあ、1個はその1万人の感謝を伝えるっていう、僕らからの好評トリップしながらそういうお話をちょっと振り返りも兼ねてやろうかなっていうのと、で、もう一個が視聴者の皆さんと一緒にやれる企画をって、やっぱうちのチャンネルで一番大きいのってコミュニティの力というか、参加してくださる皆さんがうちの番組を1万人を作ってくださったって僕はずっと思ってるので、だからやっぱこの1万人感謝企画もみんなで作りたいっていう思いがあるんですね。で、全部が全部はちょっと放送時間が今1時間の予定なんですよ。8時から9時の予定なので、その1時間の中でやるので、全部が全部は無理かもしれないんですけど、今まで紹介してきた器具とうちのコーヒーを組み合わせて、こういうコーヒーをこの器具でドリップしてほしいっていうのが、こちらのコメント欄でリクエスト、あとツイッターでリクエストいただいたら、その中でその時間内でできる範囲でやらせていただきたいなと思ってまして、はい、皆さんがもっとこう詳しく見たかったとか、この器具でこう抽出したらどうなるのとか、この量でこれで抽出したらどうなるのとか、そういうのも含めてコメント欄でいただくと、はい、あの詳細に、はい、あの説明書通りではなくて、ドリップのうちのレシピを元にその抽出をやってみたいと思いますので、ちょっと進化版ですねを抽出して、多分3つか4つぐらいになるかな、をやってみたいと思ってますので、はい、ぜひこちらのコメント欄にどの器具でどのコーヒーをドリップしてほしいか、ドリップを見たいかっていうのを教えていただけたら、うん、そちらを参考にライブ配信中に、はい、それでドリップをしていきたいと思います、はい、マキネッタとかもありですからね。のそうです。マキネッタちょっと時間かかりそう。いや、まあ、準備さえしとけば。わかりました。うん、事前にね。はい。なるほど。というのがまず1点ですね。はい。はい。あと夏美店長から。あ、どうぞ。そうですね。まあ私たちもこうこの暮らしとコーヒーの動画をね、あの、うん、ずっと続けてきたんですけど、うん、まあこの動画を通してですね、あの見てくださってる方たちの、あのコーヒーライフというか、あの
の入れてたコーヒーがこんな風に変わったよとか、こんな風なあの考えになったよとか、こんなことがすごくあのうちの動画ね、あの楽しかったとか役に立ちましたとか、はい、そういうのを教えていただきたいな。そうですね、はい、こちらもコメント欄で募集しますので、はい、ですのでもうちょっとごちゃごちゃしちゃうかもしれないんで、うん、この道具でこのコーヒーを立ててほしいの下に、うん、そのうちのチャンネルを見た感想みたいなのを書いていただけると非常にありがたいです、はい、し僕らもすごい励みになりますね、それはね、はい、はい、ですのでちょっと短い動画にはなったんですけれども、はい、1万人の生配信に向けて頑張っていきますので、うん、はい、ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。1万人のライブ配信は今週日曜日夜8時から1時間程度放送しますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、ではまた今週日曜日にお会いしましょう。はい、はい、さよなら。1時間で収まらないの？収まらんかもな。 やりすぎじゃない。暮らしとコーヒーの動画。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価、チャンネル登録新しい、ここに来てそんなことする、はい、チャンネル登録ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録マジでちょっとドキドキしてるんで、あのね、50% の方が視聴してるけど、はい、チャンネル登録してない方っていうのはね、もう数字でバレてるんですよ。数字でバレてるんですよ。ですのでその 50% の皆さん、あの、はい、ぜひこれからもチャンネルを続けていくし、1万人になってもっともっと楽しいことをやっていくので、はい、これからの期待も込めてチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。どうぞよろしくお願いします。今態度がいいすいませんでした。はい、ではい、またツイッターやフェイスブック、インスタグラムと SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。ツイッターの方もね、1500人近づいてきて、うん、こちらでもどんどん企画やってますので、はい、ぜひツイッターの方のフォローもよろしくお願いいたします。します。はい、はい、ではまた日曜日に、日曜日ライブ配信で、はい、生夏美店長見に来てください。はい、じゃあまた日曜日に。ありがとうございます。